2024-25 サンポ B リーグ第5節、広島対新潟の一戦です。まずは前半15分、広島です。このキックにファーサイドから合わせていた金賀でした。コーナーからでしたね。はい、これはデザインされたコーナーキックですね。はい、さあ続いて30分ですが、続いても広島のシーンになります。ここ小川クロスボールを上げる、跳ね返ったところ、滝沢胸トラップから最後は中島でした。このトラップも素晴らしかったですね。はい、しっかりとセカンドボールを拾ってシュートまでつなげたシーンでしたが、新潟もよく守りました。0対0で試合は後半戦に突入します。62分です。今度は新潟、さあここ山本から上尾延、クロスボール、ファーサイドの有吉でした。いや、上尾延選手のこの左足からの正確なクロス、さすがというようなボールでしたね。はい、最後の有吉決定機でしたが、枠を捉えることはできません。さあ68分です。広島、このシーン、長いボールに追いついた中島のドリブル、そして跳ね返ったところは上野、これも決定機でしたね。もう中島選手らしさが存分に出ていたシーンだと思います。はい、最後は上野真実、滑り込んでいきました。83分です。コーナー、跳ね返ったところ、トラップしてシュート、塩田、このファーストタッチ素晴らしいですね。ここは平尾ナイスでした。もうさすがのプレーです。はい、さあそして90分、新潟です。さあ左に回った滝川、ここはドリブル自分で打ちに行きました。この試合、滝川選手は本当に積極的に何度もゴールを狙っていたので、はい、さあそしてこのアディショナルタイム、小川のクロスに最後リソンが、これが決まりました。これは完璧なクロスのコース、はい、このキーパーとディフェンスの間は一番処理しにくいところなので、しかもここにしっかりと走り込む、体を投げ出して触る、本当に素晴らしいゴールだと思います。はい、第5節、広島対新潟、1対0で試合終了ということになりました。サンフレッチェ広島レジーナ、開幕から無敗を貫きます。